でも大きな商業施設を作るなんて旧世界の人類は余裕があったんですね。たくさんの商品を前に買い物できたら楽しいでしょうね。私たちには必要ない。いや、そんなこともないですよ。機械生命体を殲滅させたら僕たち兵士はやることがなくなります。そうしたら平和に暮らす日がきっと来るはずです。そうだ、平和になったら一緒に買い物に行きましょうよ。 2B にお似合いの T シャツとか買ってあげます。 T シャツ？あれ、いらないですか？いや、その日が来たらいつか行こう。本当ですか？約束ですからね。ああ、すっかり強くなりましたね。もう僕の手助けはいらないですよね。どういう意味？いえ、何でもないです。お元気で。なんだかエミールの様子がおかしい。ポット、すでに追跡マーカーを使用。現在砂漠方面に向かっていることを確認。わかった。これはエミール。エミール、気をつけて。まだ生きて。攻撃はあらゆる防御システムを貫通する可能性あり、推奨回避。そんなこと言われたって。僕たちは永遠
魔素の放出量増加。そんな、あれは僕の分身の慣れの果てです。何かさまる協力と長年にわたる戦争で自我が崩壊してしまっているんです。あいつは僕が傷つくを受けちゃいましたね。でももうすぐ会えるからきっと大丈夫。修理すれば。やだな、みんないるじゃん。会えてよく。エミール、
Thank you.
Thank you.
ボディユニットチェック完了。メモリーユニットチェック完了。メンテナンスモード終了。ヨルハキ隊 9S 起動。おはようございます、 9S。 僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下したヨルハキ隊 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し現時点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、遭遇したモデル 210 は死亡。ブラックボックス信号も停止。そう、現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。規定数のアクセス認証キーの入手を確認。等の調査が可能な状態。わかった。